あと1週間後にはもうここからいなくなっちゃう、いなくならなくてね、いけないんだけど、今これフェンスを張ってる最中なんだよね。で、なんかさりげなくね、ブライアンとイアンが組んで、だいたいこの道をまっすぐ行くと、オーバーナイトクワットツアーの、スワットエネルギー丘に行くんだけど、なんかブライアンとイアンが新たに、3泊4日で4500ドルぐらいの超一発高単価で豪華なアウトドアキャンプの企画をやってて、それの今ゲート作ってるんだよね。で、あとここ金網張って終わり。で、これがバングとか言ってて、このフェンスを打つために使う道具だね。あとマスタリングの時も使ったし。いやー、終わんねー。いやー、終わらん。もうこっから出ていくのもこれまたしんどいんだけどね。免許の更新やるからしゃあないけど。